おはようございます。お疲れ様です。えい、お前も来い。またかよ、ほんと。そんな距離離れてるんですか。またかよ。我がゴリップですよ、視聴者皆さん。チンピラ、あだ名だった。チンピラです。チンピラ、ひょうたんよ、お前。ひょうたんひょうたんはいい。織田信長のひょうたん。ひょうたんか、チンピラどっちがいい。チンピラの方が。ひょうたんでいいよ、お前。またやっちゃったな、こいつら。今日はね、ちょっと面白い話じゃないんですよ、本当に。これはマジで面白くおかしく言ってるけど、俺また怒られるけど、はい、まあ結構本当に問題なんだよ。実習生が飛んだのかな、前回。それどうなってたの。あ、リリーちゃん飛びましたね。だったらもう一人飛んじゃったな、はい、え、そうなんですか。5年ぶりだろ、うちずっと飛んでなかったよな。5年でぶりに飛んで2人飛んだわけだ。マジですか。今年2人だよな。で、一緒に乗ったの、現場。今日だけ、はい、こいつなんか現場で怒って。怒ったんだろ。わーいとか言って。どういうことなんてことなの。マンションで、うん、資材落下したらもう人を当たったら死んじゃうんで、うん、一応朝顔、あ、朝顔ついてるだろ。ついてるんですけど、うん、もうそれは朝顔ついてるけど、もう絶対落としたらあかんぞってなるわな、うん、変なように、ね、足場やったことない人ってちょっと説明すると、あの足場ってもう絶対にさ、もう深くして、はい、カラコンを置いて、まあ、ガードマンつけるなりなんなりして、絶対そんなもん、だって高いところだったらその見えへんじゃん、目の前のものしか、はい、うん、だからその、でも足場ってさ、よくマンションとか目の前、大きい通りとかがあると朝顔ってさ、3段目ぐらい、5メーターか7メーターぐらいのところにピューンって出とんのしか、斜めに、通り沿いのやつは全部出とんの。あー、はいはい、なんかピュッて出とるやつ、はい、これが足場の壁だとしたら、はい、ここにピュッて出とんのかな。はいはい、外にな、はい、あの羽みたいなのが、あ、だ落下防止でみたいな。そうそう、でそれ通称朝顔って言うんだけど、はい、で朝顔が、まあ、あったで、まあまあ別にいいかな、まあ、でも一応、まあ、万が一落としたからしな。そうです、うん、はい、でそれを怒って、うん、何落としたの。いや、落としてはないんですけど、もうちょっと落ちそうな立てかけ方とか。ああ、雑に置いてんだ、そんな高いところなのに。でそれを怒ったら帰っちゃいました。あ、それお前帰ってきてたんだろう。あ、言いました。ね、帰ってきてたもんで、あ、帰らなあかんかなって。じゃあ実習生は日本語わかんない、お前がじゃあ英語で Go back you go home って言われて、Go back you go home って言ってきたから、それ Go home Go home 帰れって言ったら 帰らなあかんのかなって思うだろ。だよな。俺はよく言うだろ、帰れとか。誰一番怖いんだよ今、うん、みんな大丈夫です。あ、ま、ピンマイは、あ、ピンマイつけたんです。今みんな全然大丈夫です。あ、優しい。でも、カンタうるさいだろ。普通。でも、カンタうるさいよ、あいつ。夏から。夏？夏。暑い。あ、暑いじゃん。仕事の大変から、ドロケロケ、ベトナム人、日本語。まあ、日本語な。わからない、わからないから、ドロケロケ、僕。あ、わからんな。本当に帰った方がいいのかなと思うんだよね。でもゼックリーが教えてみんな分かる、うん、大丈夫です。あ、まあ、まあ関係があるとな。でもあいつは1年生だろ、はい、そうですね、1年半、まあ、1年半、はい、でも日本語分からないかな。分からんもんな、材料も分からない。新しいやつ本当に日本語覚えんもんな。あの古い子たち、これもうお前5年目だもんな。へえー、5年目。あ、そうなんですか。5年間ぐらい、うん、5年だな、はい、そういうやつはまだ分かるけど、お前帰れって帰れ帰れって言ったの。ガッハーガッハーガッハーコール。そっから2、3日後にやめたんだろ。今飛んだ、飛んだんだろ、はい、なんか言っとったんだろ、この前に1週間思ったの、はい、で、お前らに言ったんだ、一緒にするだろ、お前。あ、違います。あ、一緒じゃない方か。一緒じゃないです。あの足場班のベトナム実習生が7人 ?8 人今、9人9人か。で、今、一軒家が2つあるんだな。一軒家とマンションか。4部屋のマンションか。4DK みたいなやつと、一軒家があって。はい。まあ、そっち、どっちがすごいな。うわぁ。で、ちなみにこれさ、何が問題って、本当に。あの、実習生って、これみんな知らんけど、あの、3年あって、これ5年これ取るじゃん。はい。で普通は実習生って3年なんだわ。有料認定って、うちがその点数式なんだわ。部屋がどれだけ1人当たりの広さがちゃんとあるとか、はい、あの勉強を教えてるとか、
で加点されて有料認定っていうのが出たらまだ5年折れるんだよな。へえ。2年追加できるんだわ。はい。あ、そうなんですか。そうだよな。そうです。だけどその項目の中に、はい、何年以内に何人飛んでないこととかあるんだわ。はいはいはい。だからその点数もらえないんだわ。お一人でも飛んだらダメなんですか。いや、何人か、いや何人中。あ、何人中、あ、例えば10人中1人とか、はい、でうちは人数多いもんで、まあ1人か2人じゃない、2人じゃないって言ってかす、もしかしたら3人いけるかもしれないって言ってたけど、はい、でも1年に2つだろう、やばいよこれGo home You're better now になっちゃうですね、ちょうどなっちゃうよ。3年生は残れるけど4年生5年生全員行かないから、はい、あ、そういうことなんですか。ほんとやばいよな。仕事は、うん、教えるの大丈夫です。あ、教えます。教えます。日本人優しい。普通です。普通です。なんでその2人も辞めたんだろうな。問題あるのかな。ドキドキ映画材料わからないから。あ、聞く。ちょっと仕事は大変。うん、仕事は大変ね。もう一人が肩が痛い。ああ、肩痛い、はい、うん、仕事はできないし、早いできないし、うん、やっぱ日本人は怖いってすぐ怒るから辞めちゃったのか。そうですね。やらかしたな、このひょうたん。ひょうたん。ひょうたん。あだ名ひょうたんだな。マッチョイケメン爆速ひょうたんだな。ひょうたん。いや、そんなチンピラの方がいい。チンピラ。チンピラ。でも、ああ、別に。こいつが原因なのかな。はい。こいつが原因。え早かったっすね、今。こいつが原因。こいつじゃない。知ってないし。ひょうたんだろう、はい、あ、違う、違います。1週間おったんだろう。でもこれ1週間で現場で途中帰ってたの。歩いて駅近いか。駅近い、駅近いから、はい、あ、電車乗って帰ってったんだ。多分。そっから1週間お仕事で出た。出てます。わあ、これまずいぞ。これ監査入るぞ。これ外しに氷炭農場の人から氷炭盗んだだろって、まあまあ大きめの氷炭お前2個盗んだやろって。氷炭農場、氷炭農場な、氷炭農場からお前調査あるぞ、お前どこだ氷炭盗んだやつはって、大きめのやつお前持ってったやろ2個って言って泣いちゃうよ。はいはい、お前何おかしいだろ。いや、でもね、もうそれが原因なのかな。でもね、結構仕事は雑だったんか。ちょっとタラタラしよう。他のやつと比べて、同期と同じ。全然タラタラなんだ。あ、年齢も年齢なんすか。いくつなの。僕の1個やな。あ、と、あ、結構いい年か。お前いくつ。今、33ですね。33? 33で、そいつは何歳よ。36。あ、上か。はい、一番上ですね。ああ、でも偉いんだ。体がついてかんだよ。そうっす。偉いわ、これ、夏は。そうか。やらかしたな、お前。お前じゃないけどな、別に。それが聞いてる感じだと。一週間だな。まあ、ずっと溜まっとって、伏せとったのもあるんじゃないの。まあまあ、その実習生も辞めるってことは、借金してくるだろ。はい。その組は、俺らんじゃないよ。あの送り出し機関って、向こうの集める会社だよね。はい。そしたら80万ぐらい。払わされるかな。あ、そうなんですか。そうだよ。家族全員とか町ごとで金集めて、はい、借りてで来るみたいな。あ、そうなんですか。そうそうそう。へえ。町ごとだよ。町ごとでお前行ってこいみたいな。すごい。日本のためにやらなあかんでーって。絶対アメリカに負けたらあかんだーって。で唯一勝った国だよな、ベトナム。アメリカに。な。ベトナムだけだよな、はい、唯一アメリカに戦争が勝ってくる。あ、そうなんですか。そうそう、最強のベトコン軍団って言うじゃん。あ、すごいです。すごいです。あいつはトンネル掘って、はい、そこら中にモグラみたいにトンネル掘ったんだな。そう、戦場があるんだ、古戦場が。はい、古い戦場と書いて古戦場。すごいぞ。もうトンネルがそこら中にいたら、もうそこら辺にパンパンって穴開いてるんだって。はい。でももう霧の中でな。そうっす、うん、もう忍者なのように なんとかっていうセリフがあるわ。後ろからも現れる、前からも現れるみたいな、はい。背後にベトナム人が立つみたいな。はい。おすすめ。機関銃みたいなやつだよ、お前。ほんとお前なんかピストル1個戦って勝ったんだから。マジですか。すごいぞ。すごい。水に与えてると。あ、こんな地面、だって掘れって言って掘れる。掘れないです。でそれはもう何キロにもなってるんだよ。
じゃあ本当だぞ。すごいっすね。何百箇所とか何千箇所だな、穴出るところ。はい。しかもベトナム人って体ちっちゃいもんね。アメリカ人、はい、入ってきたら身動き取れないし。もう入ってきたらまた地獄だ。入ってきたらもうバーッて帽子をかぶる前から、ね、そこの中がまた迷路みたいになってる。すげえ。そこで唯一勝ってくるんだよな。はい、ベトナムな。そうだよ。本当めちゃくちゃ混んじゃうな。だこいつはだってあの忘年会とかも酒飲んでるとめちゃくちゃ熱いもんね。あ、そうなの。掛け声して、わーわーさーわーって言うだろう。めちゃめちゃ熱いよ、酒飲んでると。そうですね。たまに日本人とか、年食あたりが怒るじゃん。ちょっと自分が盛り上がってないとか。盛り上がってる時は何も言わへんねって言ってるけど、自分が盛り上がってない時は、何してんだーとか言って。怒られるな。とばっちり。なあ、はい。で、お前、その、古戦場に連れて帰ったんじゃないの。はい。お前殺戮の舞台、古戦場。ベトナム古戦場。ベトナム古戦場。マウイのマウイの古戦場。なんなんね、何て言う街だね。ハノイか。ハロイですね。ハノイか。はい。ハノイ。ハノイ。ハロ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 イ。あ、聞いたことある。ハロイの古戦場。日本で言ったらあの関ヶ原の合戦みたいなもんだろ。今でもある南区の関ヶ原か。なんかあそこはなんか言う人は霊感が強い人はそこら中に。あの、武者が立ってるというかな。どうでもいいわ。たげいたげいそうですよね。ちょ、お前よれてよ、お前。俺がどんどん言うて、お前が映らないの。どんどん、あそこからここまで映らないですね。そういうとこだよな。だからお前、別に実習生、お前やめてっちゃうの。何なんすかって。まあ、そうか。まあまあ、まあ、適正なことやっとった。そのじゃあ、毎日怒ってばっかりはないんだ。そうですね。毎日は怒るんです。あ、まあ、そういう時だけは問題の時だけは怒って、まあ、そういう時でも事故を起こすってな。優しいですね。あ、ケンタロウ優しい。あ、優しい。ね、日本人だよ。俺じゃんイケメン爆速だ、ね、カンタリュウジショウヒョウタントシ君、はい、この中で誰が一番優しい。優しい。そうっす。あ、一番優しい。はい、一番ですね。何お前、こいつ急になんか、どうやって、いやっすって、緑の古戦場に男が一人立つ、ひょうたん、そう、マジ、あ、ほんと、はい、そうですね。あ、どういうとこが優しい。仕事は、みんな、ロケロケ、わからないから、わからない。はい、しっくり教えて、うん、怒らないし。あ、怒らない。あ、じっくり教えて、はい、ゆっくり教えて、はい、これこうやってやるんだよって、こうやってやったらいいよって教えて、はい、怒らない。うるさくない。鼻の音でかなったな、お前。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃラッキーだよ。まあまあ、いいとこ取れたんで、まあ、終わろうか、じゃあ。まあまあ、ね、本当にね、飛んで、まあ、実習生が飛んでどのコーナーとか、まあ、ありますけど、うん、まあ、それは、まあ、改善してからの方だよね。はい。なんで、まあ、まあ、変に叩くとかはまあやめてほしいけど、まあ、しっかり改善して、またね、次の子の宿でし、まあ、本当にその子たちはかわいそうだもんな、はい、3年で帰らされたら、それだけ、ね、300万貯金できるやつが200万しか貯金できんってなっちゃうからさ、はい、だからそこはやっぱちゃんと会社も改善しかなあかんし、職人も改善しかなあかんし、実習生もまあ改善しかなあかんし、みんな一緒に、まあ、そんな感じでよろしいですか。はい、編集長も OK だろう、これでね。そうですね。